さんからいきましょう。はい、テーブル外から、中に上書きコピペ、値参照が間違いないですが、イレギュラーですが、形式指定を数式にするとどうなるのでしょう。ごめんね、どうなるでしょうはやってみてくださいよ。はい、ちょっと今帰宅したら試してみたいという。そうだね、そうだね、はい、帰ったらすぐ試してください、はい、ね、これね、ごめんね、この件だけじゃないんだけどね、ちょっと厳しいことを言わせてもらうね。いや、僕はね、ほら、仏の田中と言われた男ですけどね、まあ誰も言ってくれないんだけどね、仏の田中なんだけど、はい、ちょっと心を鬼にしてね、ちょっと苦言を呈していただきますけども、よく僕にこうやるとどうなるんですかって聞く人がいるんだけど、ごめん、それはやってみるのが正解だよ。もうお前やってもあなたがやっても同じ結果なんだから、だからどうなるんだろうと思ったらまずやる。これがね、はい、実はね、Excel 上達への第一歩なんです。うん、ね、だから、どうなるのかなと思ったら、あれこれあれこれやってみてください。大丈夫だよ。今の Excel パソコン壊れないから、そんなに。はい、試してみてください。そうですね。ヒロミさんはまあ今多分移動中かなんかですかね。そうだね。はい、ぜひ帰宅したら試してみていただきたいと思います。はい。その上で追加でご質問あればお待ちしております。うんうん、はい。では続いて、はい、こちらもテーブルの機能の時のご質問ですかね。世の中から卒業をなくす。救う。